おお、ダメだ、引かれちまうぞ。突如として現れたキルドーザーは、逃げろ。建物などをめちゃくちゃにしながら街中を暴れ回った。どけどけどけ。なんだ、俺の邪魔はさせねえぞ。あ、が入らねえ。厚さ1センチ以上の鉄板とコンクリートによって外装を補強していたらしいぞ。どこにも入り口がないじゃんかよ。どうやって中に入ったんだ。入り口は入った後、中から溶接してんだ。おじちゃんはこの町でずっと働いていた真面目な人。ある日町に大きな工場ができることになって、町の景観を守ろうとおじちゃんたちは反対運動していたんだけど、次第に工場側が有利になって仲間も減って婚約者も離れていてしまったらしくて、本当は誰も殺す気なんかなかったし、町を壊すだけだったんだよな。ああ、